すごいな。結構左右反対やからちょっと迷うね、これ、最初。慣れてるやん、大丈夫。すごいな。毎日やってるいいな。ダイナミック練習してるんかいね。ダイナミック練習もしてるよ。してる。あと、見せてもらったっていう。あった？あったけど、どっかに。抱え込みしてた。なんか黙って、なんか、ちょっと いやいや、まあまあね。いいねと、すごいねしか言ってないです。いいね。まああのね。いいねしか言うことない、ね。まあここからね、大会がもう間もなく、予選があるので、まあそれに向けてみんな調整しているという感じでね。特にジュニアの子たちの活躍が非常にあるので、ぜひ、ね、西日本の東部の大会でもジュニアがたくさん出てくると思うので活躍してもらって、ポートランも負けないようにね、しないとね、一般も取られてしまいますから ね、チャンスやジュニア、チャンスあるやん。ミドルレンジだったらちょっと、まあいいぐらいか、あ、ちょ、ちっちゃい。これどうですか？ B コース、ギリギリ、多分ギリギリ、ちょっと下はちっちゃいやん。けどもう一個取ってたやつはもう、これとこれが多分ピステン1枚分、って考えたら4メーターぐらい、こっからここぐらいかな、上のサイズぐらい。今の感じ？やっぱり下がちっちゃいだろ。ちっちゃくなるね。スピード感っていいね。その辺がその人だったっけ？あ。これ同じやつですか？違う。これ綾香？いい感じだね。でもサイズ的にこれぐらいやんね。いやいや、ベストだね。ねえ、かっこいいね。ぐらいの大きさ。あんま気にならへんすね。もう一回。ここのヒールサイド難しいはずやね。普通に曲がってくるね。ねえ。早いね。早いね。すごいね。上手だ。ね。なんか喋った？これ斉藤さん？え、彩香選手と喋った？何を、どんなこと？学校が休みとか。なるほどね。すごいな、ベーシックからダイナミックな入り、すごい。ザ・ナチュラルやな。ヒールが伸ばしにくそうやな。うまいわ。これあと抱え込むタイミング上手だね。こう圧をもらいながらキューッと抱え込んでいく感じが上手いな。ここのスムーズ感。うまいね。スッというかね。ターンサイズもいいねこれ。いやいや上手。いいな。いいな。
でもこんだけちっちゃいのにしっかりと運動してるっていう見えるはやっぱ相当ね、うん、うん、やだわこんな前のすごいな、うん、なね、これアップできるの高いな、あ、しちゃった、えアップする、うん、うん、めっちゃ伸びる、うん、うん、でもここまでずっと一緒の感じで滑るのすごいな、うん、斉藤さん滑り方が変わったような、うん、気がする、うん、お言うねえ、あれやな、このインストラクターには2級の時に教えてもらったんだっけ、うん、何年前、だいぶ前じゃん、去年の去年かな、去年の去年、うん、おととしだね、おととしロングターン、超ロングターン、やっぱ板のサイズによる円弧の大きさが でかいから、やっぱりグリップ力ないんかね、でフラフラするんかね、仕方がないっちゃ仕方がないんだな、これは。てか、なんでロングターン練習してるんですか、フリーランダメ、いや、ちょっともう一回ミドルターンの動きじゃなくて、まあ、見直そうと、ちょっと見直してもらおうかと思って、ちょっとロングになったら気になるですね、この動きでも、うん、気になるね、ロングになるとね、うん、やっぱりロングは、うん、アルペンの人にああいう脚の使い方多くないですか、うん、いる、ね、いるいる、のフリーラン、よく回るね、綺麗な半円を、そうね、着眼点にもあるからね、うん、これはでも点数そんな出んかなと思ったら出るらしいからね、あーそうね、上手だけどな、そういう意味、うん、伸ばしトラへ沈み込み罰中みたいな、非常にねこれはね理想的、意外と、うん、やっぱ膝が曲がりすぎる分板が立ってこないんだよな、うん、おっもう少し伸ばそう、すごいな、うまいな、やっぱりうまいな、ユンメン、足伸びるね、伸びるね、もうちょっと伸ばした時間が欲しいような気がしますがね、よー、足寝た、ピュッ、ピュッ、うん、綺麗に回るね、うん、まだ僕の動画は来ないですか、まだ連絡なしでございますか、もうちょい待って、おっきいたん、やっぱしんどそうやな、まあロングターンでちっちゃい子に対するスタートとゴールの距離っていうのを
作ってあげるべきやと僕思うんですよね。マテリアルの長さによって変わるよ、うん、バッジにおけるそのなんかね、いや無理でしょうみたいな、サイドカット以上の大きさで回っていこうとするから余計不安定になるのは当たり前だと思うんですけどね、うん、だからこうやっぱ緑に比べるとやっぱりなんかこう止まって見えてしまうっていうか、うん、ぎこちない、そう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 、うん、いいこと言うね、うん、お、うん、切り替えの時ビョンと横に走るん上手やな、ビョン、うん、これまだレブ？うん。あ、ハンマー乗ってた時はないんじゃねえ。ない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 。あやか。これもレブ。うん。あれレブなんですか。うん、あ、せやね。曲がりやすそうだね、本当。斉藤さんだよ、うん、斉藤です。斉藤さんも結構膝曲がってる気するんですよ。曲がってる。これでなんでこの人こんな曲がるんですか。板何でこられたんですか。これ上さんと一緒ってことですか。そうだね、足首結構柔らかいような雰囲気するね。ブーツの潰し方半端だよ。さやな、膝が曲がりすぎてなかなかと踏めないというか。お、ダイナミック、ダイナミック、トーサーで入るの上手。ちょうどだった。お前何回目やそれ。あ、そういえばそうやね、はい、これさっきも見とったんで、1回ぐらい見とるっすよね。何も見てない。あ、吉田さん、はー、やっぱしんどそうやな。はー、てことはど、なんていうのかな、うん、子供用のちっちゃい板っていうのは、うん、大人でいうロングターンをするぐらいの感覚で曲がってるんかな、とは違うんかな、やっぱり板が短い分。あ、そういうわけでもないか。デブのあれで半径何倍だったっけ。でも8よりちっちゃいでしょ確か。ちっちゃかった気がするな。ヨネックスのスラストの5半ばぐらいのやつやったら7メーターか8メーターぐらいのサイドコートじゃなかったっけ。それぐらいやな。やんねえって考えたら、ちびっこサイズのレブのやつやったらもう少し回転庫が、あ、カタログあるっすよ。まあ、うん、なのでカタログあるね。なので本当にちっちゃい子供がミドルレンジっていうのを考えずに動き続けていったらもっとちっちゃくなるってことなのかな。いやでも限界あるかな。限界あるかね。いやでもあの子、某京志郎くんのアルペンの、うん、何年前やったかな、3年ぐらい前にいたの、多分140もないぐらいの板をのアルペン乗ってて、うん、もうすごい円弧ありえんぐらい、ほんまにこうキューみたいな、キューみたいな、うわすごいなっていう、うん、あれは、うん、でもその子にとっては動き続けて片付けし続けていったらその回転口になるから、やっぱりこの、うん、その子にとってのミドルレンジっていうのはそういう大きさなのかなとかっていうふうになると、大人の長さのやつじゃ絶対太刀打ちできねえじゃんみたいな、うん、なんかそんな、そうありますね。ってなってくると今後手癖もこの
大人は大人、うん、子供は子供っていう風にマテリアルに合わせたその幅を作ってあげないと、まあ、検定も含めてないと、そうだ、ね、6メートルから8メートルとかそういうのがあるだろうね、うん、今年まだテク戦にはロングターンは回転弧の大きさについては何もしてないですよね。できないね。出てないね。それは出されへんわな。板によって変わるから。そうなんですよね。ってなってくるとちっちゃい子があの北海道のコースで、うん、あんな短い板でロングターンしろっていうのにいや小さくなるでしょみたいな、うん、うーん、逆に言うとそれはそれで大変やね子供さんは、うん、なんでずっと下見てるんですか、うん、すごいこういろいろこうじあこっちはほらねえ、うん、ねえ全日本行きたい、うん、あ、うん、行きたい人見えねえ、そっち、そうそうそう、はい、もう一回、テクス、行きたい人、あー、素晴らしいねえ、じゃあ、ということでもう終わりますか、はい、なんかすごい、なんか絵を流してただけで、いやいや、いい、何も、うん、それでいいんだよ、うん、うん、いいね、いいねって言ってただけの、それがいいんだよ、まだちょっと、まあ、適当にカットして、はい、出しますので、編集で、では、では、次はテク戦後かな、ね、地区大会後でまたコメントしましょうか。平井くん頑張った